はい。ではよろしくお願いします。はい。7月の1日でございます。2024年も。4月2日と4日、4月1日かな1日でございます。?1 日か。はい。昨日が30日でございましちょっと待って、漢方かた。はい。また。なんで夏って夏風邪ひくんですかね。ほんとね。どうもなんだよな。エアコン弱いんだよな。な。はい、じゃあも漢方飲みます？う、このシェディング用の漢方飲んだ方がいいと思うぞ。あ、本当ですか？うん。じゃあ、よろしくお願いします。なかなかこのシェディング用の漢方すごい効くからな。あ、本当ですか？うん、飲んだ方がいいと思うぞ、ほんと。はい。すごい効くから。よはし。い。レコーディングできてるんだよな。画面変わって怖いんだけど。レえ?コーディングしてま、あ、レコーディングしてますっていう。あ、出てるの？あ、出てるの？よかった、よかった、話だ。はい。だから7月1日ということは、まあ、はい。1年の折り返しが半分そう終わでりす。終わったわけだな。はい、今年から1年の折り返しになりまあ、ま昨し日はて。だから6月30日か。あ、そっか。だから俺の家の裏の、家の裏にあるほら、神社あるでしょ?大きい神はい、社。はい。ものすごい混んどった昨日な、そういや。要は、あれでしょ、洗いでしょ、その自お分の祓いな。おお祓い、お祓い。祓い。うん。まあ、年に1回はお祓いしましょうってやつやな。年に、その境目にお祓いして、そう赤そう。が落としてでしょ。6月30日と12月31日とお祓いしましょうということそうで。でだすから昨日ね。混んどったやろな。そうか、そうか。ということで、これで折り返しということですな。はい、昨日もそうですね、そういう自う分ん、で日で、程まあ、だった地んです球ね。も世界も今折り返しみたいまあ、そういう状態ですね。な。俺今、めっちゃ今日朝、またちょっと早く起きて、今ちょっと CNN の先週やってたほら、あれ、討論会?バイデン、トランプの討論会、ちょっと見とってんけど、CNN の。見た?見てないです、それ。もうな。何やろ見な、まあす。れ。まあ、これ見てると結構な割合で見たと思うんですよ。あの、なんつって NN の討論会な。なんちゅうてんかな。率直なコメントは、大統領っていいのかみたいな。もう、いいのかな。なんちゅうてんかな。まあ、いつもそうやねんけど、今回は特にな、その、なんちゅうんかな、パロディっていうか、コメディっていうか、なんちゅったんやんかな、あれ。またコメディ行くんですか。まあ、ほんとアメリカっちゅうのはエンタメの国よね、みたいな。コメディの国ですね、みたいな。まあ、コメディの国は間違ってないかもしれないですね。うん、だから、あれ、バイデン見てて、バイデン、なんちゅうかな、もう言ってること、わけわからん。え、自分で言って、まあ、偽バイデンやけどな。自分で言ってることも分かってない?で、今、その、西暦2024年でしょ?事実としてはやで。それも分かってない? まあね、喋ってんの見てると。いろんな考えの人がいらっしゃいますよなね。んかな、いつの、お前生きてんのか、ほんまに、みたいな。まあ、後から見てみ、一回。面白いから。だから、もう何言ってんのか自分で分かってるし、喋ることすらできへん。っていう状態?うん。だから、まあ、トランプもそうやねんけど、大統領っていいのかなっていう感じですよ、率直な意見。もっと分かりやすい言うたら、愛ちゃんからしたら分かりやすい言うたら、日本の国会見てるでしょ?国会見るでしょ?あなた。見ますよ。まあ、たまに見ますけどってレベルですけど、あまりずっと毎日、全部ちゃんときちんと見てるかって言ったら、まあ、見るでしょ?見ますこね。れ、いんのかみたいな。そんな感じ。これ必要あんのかな、ほんまにみたいな。まあ、そうですよね。そうですね。700人集まってな。まあ、衆参やから、まあ、300何人集まって、あんなことやる意味あんのかと、大体。いやー、正直ないんじゃないです か。なあ、もうそう見えるよな、もうなんか。俺なんか正直ないとは思ってますよ。あんまり。ないというか、あんまりできないというか。うん。なんちゅったらいいんかな。マトリックスみたいな世界よな。そうですね。マトほリッんまクスに。のほんまに世界ですね。なあ、現実とは何ですかみたいなな。なんかそんな感じに見えてくる、あれ見てたら。見えてきますね。
まあ、なんか、なんちゅうかな。はい。そんな感じ？マトリックスみたいな感じですよ。ヨーロッパも、うんうんうん、東アジアも、はい、もうアメリカも、はい、なんかそんな感じ？はい。うん。現実と仮想現実の区別がもう、なんかようわからんようになってきて。見てる人によってはな。そうですね。うん。だから見てる片っぽ、ま、あのアメリカ、CNN のあの討論会まともに見てる人は腹立つ？怒り出す？まともに見てないとは、またやってるよ。で、理解して見てる人は？笑ってる？いや、まあ、コメディやってんのかまあ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 、そうなります、そうなっちゃいますよね。なんか個人的にそうなっちゃうなって思ってて。全世界そんな感じ？これはあるかもしれない。で、今朝もまた、北が落ちましたってロケット打ったって今やってるやろ。やってますね。またやってるやろ。やってますね。もうマトリックスやろ、これ。まあ、正直、まとめてくるかほんまに飛んでんのかもわからんし。らね。そうですね。本当に打ったやったらどこに向けて打ってるんかもわからん。まあでもあれは朝鮮半島統一っていうことでね、やってるわけですから。まあこの間、これ、プーちゃんとキムちゃんの話の時のあれと一緒で、あの後ハノイ行ったってこの間もやったよな。プーチンがハノイ行った時に、まあ朝鮮半島にもちょっと言及しとったわな。さらっと。韓国、お前らそろそろええ加減にせんと、てん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 みたいなやつ。プーチン言ったわけよ。お前ら、あんまりやるとおいたするぞ、みたいな。それをやってるな、あれ。なんか朝鮮半島統一に向けて動いてるんだよな。それは多くやってると思まあ、います。韓国というより、米軍やな。韓国におるアメリカの諜報部、CIA と、その米軍に向けて、お前らちょっとそろそろって、おいたするぞ、みたいな。っていう牽制はしたな、プーチンな。プーチンやりましたね。とうとう。で、だから、プーチンなんかいいっすよね。なんか、すごくその、朝鮮半島、半島統一やな、だからな。本当そうっすね。で、まあ、その前にも、まあ、何回前かに言ったかな、朝鮮半島そのものには、ごめん、北朝鮮の中にはやっぱり日本、帝国陸軍の血が流れてますからな。ね、前も言ったでしょ。だから、朝鮮半島でそもそも、ほら、今の北と南に分かれる前、分断される前、ね、あったでしょ。そのもう一個前って言ったら、ほれ、まだ国の形がないとき、北は、今の中国大陸までちょっと食い込んだところが高句麗って言ったりや。で、その、南に、朝鮮半島は南に新羅とか百済みたいなな。これが今の韓国ですわな。形になったな。で、まあ、今の北の原型になってるのは、高句麗っていうところですよ。で、その高句麗っていうのが、旧日本陸軍、帝国陸軍ですわな。これが、なんていうかな、占領下において満州。これが高句麗ですからな。そうです当ね。然のことながら、その帝国陸軍の名残を受けてるのが北朝鮮ということになるわけそうですね。です。それが統一ということですから。まあ、すごいですよね。歴史の大きな流れが、渦を巻いて、なんていうかな、揺り戻しっていうか、行き過ぎた分、わーってまた元に戻っていくみたいな。いいっすよね、それもまたね。ヨーロッパもな、そんな感じやしな。悪くはないんじゃないですか、多分。え？そのままこの状態でいいんじゃないですか。いや、いいんじゃないですかって。だからイスラエルは、ね、肩はついてんねんけども、結局、まあ民主が怒り出して、ああいう形で政権転覆ってなってんねんけど、ただアメリカの中にはやっぱりイスラエル支援というかな、だからな、まあトラ、あの、共和党の中にも民主党の中にも要素はおんねんけど、まあ、キリスト教ですわな。で、キリスト教の、なんちゅうかな、20世紀初頭に出た新しいバイブルみたいなやつがあるんですよ。要は、聖書の新しい注釈を付け加える、解釈、なんていうかな、解約、注釈付き新聖書みたいな、バイブルがあるんですよ。で、それがね、結構アメリカ議会、会員なんかは元になってるんですよ。勝手に注釈付け加えてるんですよ、それ。聖書が言ってないことを勝手に注釈付けて。でね、それが今、新しいしし、新新約聖書みたいな元になってるかな。で、
まあ、その最終的な目的というか、こう、その神が成就する、キリストがその最降臨すると、はい、最降臨するのはイスラエルってなってるんですよ。なるほど。うん、で、その地球上のその神格化された神の国、はいはい、うん、神の国な、神がこう、なんていうかな、その、なんていうかな、神権国家っていうかな、はい、神ですよ、神。神が元になった国。よく言う、アマテラとかそっちの神でいいのかな？違う、キリストの話ですよ。ああ、キリストの方の神ね。なるほどね。キリストが最降臨する地がイスラエルってなってるんですよ。その辺、その、勝手にいじくったステーション、新しいやつ。そう、あるんよ、本当に。ねえ。名前なんて言ったかな、まあ、自分で調べて、あるのよ。はい、20世紀初頭にね。はい、ね。勝手なんですね。勝手ですね。それ。それは勝手ですね。なんかね。勝手、うん、だから、それが今元になってるんですよ。うん、アメリカの下院の議員の議会の中では。まあ、上院もそうですよ。え、そうなんですか。そう。だから、2000年ぶりにイエス・キリストがイスラエルの地に再降臨するっていうのを成就するためにやってるんですよ。だから武器置くのやめないんですよ、あれ。そういうことなんだ。うん、金だけじゃないんですよ。シオニストの発想の元になってるのもそこなんですよ。なるほど、ね、うん。ややこしいのはね、むちゃくちゃややこしいのは、うん、そのユダヤを灰乗りして、ユダヤ教を灰乗りして、利用してシオニストっていう話じゃなくて、うん、そこにキリスト教もこう、なんていうかな、うん、使う、うん、キリスト教の 手を借りる、これを成就するために、はいはいはい、でそのキリスト教の手を借りるっていうことは分かりやすいと当然アメリカって話なんですよ、はいはいはい、元はイギリスですな、うん、イギリスアメリカを使うと、うん、でねこの新約このやや変な注釈を加えたなんか近代版、うん、聖書の勝手に注釈を付け加えたやつ そのバイブルみたいな人、はい、もんをその書いた人、はい、それも金出してるのロスチャイルドなんですよほんまにな。ロスチャイルド一族なんや、これも。ロスチャイルド一族って、結構。だから、マルクスとかあったでしょ？マルクスは知ってるわな。あるわな。はい。マルクスもロスチャイルド一族から出てるからな、あれも。全部な、これな。俺、ロスチャイルド一族じゃないですか。金出して金をな。これな。ちょっとね、複雑なんですよ、だからこれな。要はね、そうなんですね。うん、だから悪魔崇拝っていうのはこういうことなんやけどな。うん、要は、宗教ってあるでしょ、ユダヤ教もキリスト教もな。はい、これを使うんすよ、灰乗りしてうまいこと。うまいこと使うんだ。昔の過去の歴史からずっとそうなんですよ。宗教を使うんですよ、結局はな、うん。そうなんですね。うん、気を使うんですね。だからその要は金とか金融だけによる支配やったらまだいいんやけど、はい、うん、武器止めれるんやな、止めよう思ったイスラエルとアメリカを送る、はいはい、あんまりあんだけね世界から非難浴びてな、はい、アメリカ国内も批判浴びてるわけでしょ、映画にやめろと、はい、武器を送るのと、はいはい、でもその金とかその程度のもんやだと思わないけど、この思想がねそこ根っこにあんのよ、この聖書っていう、思想が根っこにあるの、そうなんだ。で、その聖書を乗っ取られてしもてるんですよ。だからややこしいんですよ、これ。それややこしいな、みたいな。もっとわかりやすい言うたら、アイちゃんにわかりやすい言うたったら、神を使うってことですよ。悪魔崇拝。はいはいはい。神ごと乗っ取るんやと。そうなんだ。それが悪魔崇拝なんですよ。うわ、マジか。うん。わかってきた、これで。なんとなく。ちょっとこれがややこしいんですけどね、普通の人からするとな。うん。うん、だから、宗教ごと乗っ取ってもんですよ。なるほどね。うん、つまりは神をうまいこと使うと、うん、神話をうまいこと使うと、うん、なるほど、聖書の解釈を注釈を適当、一般の人らが、はい、聖書ってちょっと難しいんですよ、解釈が、うんうん、今の時代に合わせるとな、はい、うん、それをこう都合いいように作り変えると、あ、うん、いうことをやるわけよな。なるほどね。だから結局のところはその思想とかなんとか主義みたいなやつがあると世界中争いになるっていうのが原点になってるんですよ、これやっぱり。はい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 、分かるやろ。
わかります。思想がすごくおかしなるんですよ。それはすごくわかりますね。なんちゃら主義、なんちゃら主義の対立になるんですよな、結局は。ね、で、これ、うまいこと使われるんですよ。はい、だから、日本が一番ね、やりにくい、そういう悪魔崇拝からやりにくいっていうのはな、八百万の神、うん、一神教ないから、うん、乗っ取りにくいんですよ。どっちかって言ったら。なるほどね。はい、うん、だから、物質的なもの。乗っ取りがないっていうのはすごくいいことですよね。なんかね。いや、やりにくいんですよ。やりにくいんだ。分断しにくいんですよ、宗教でな。うん。だから、じゃあどうするのかって言ったら、物質的なもんとかな。そう、うん、要は貧富の差、うん。貧富の格差を作ることによって分断させようと、うん、いうことになるんです、ね、なるほどね。うん、思想でこう右左っていうのもあんまならないじゃないですか、日本の場合は。はいはい、右左ってこう極端に寄らないから、はいはい、うん、どっちかって言ったら日本の人見てふわ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 ってしてるからな。なるほどね、はいはい、うん、でももうあんまり怒らんのと一緒で、はいはい、争いがないからな、はい、だから知らん間にこう魂とかしていくみたいな方法、はいはい、ということはその背筋主義とか唯物主義みたいな、唯物的な俗世間を作っていくと、俗的なものですね。ほんでふぬけにさしていくっていうのが一番の方法やったんでしょうな、やっぱり、うん、まあそんな感じですよ、はい、なるほどね、うん、はい、やっぱりあのなんで宗教うまいよね、宗教とかそういうのに使うっていうのはうまいなと思う、うん、だから一神教っていうのは危ないんですよ。危ないですね、うん、栄養に使われるから。戦争がすごい危ないですね。なんかね、めっちゃ危ないなって感じましたね。うん、今日何やったっけテーマ？今日は、テーマはですね、グレートリセット。さ、う、ら、ん、に加速するとグレートリセット、行動しろというテーマですね。もう。はい。すっごい勢いやからな、今。勢いだから、要はもう2024年の後半に入りましたけど、もう早いじゃん。そうそう、2024年後半でしょ？後半はすごいぞ。もうめっちゃ今早いじゃないですか。前半はちょっと前半の5月、6月はわーって動いたけど、はい。これ後半はすごいぞ。もう、ありゃーみたいな感じで動くで。はい、こんなことあんのかみたいな感じに動かれるんですよね、そうよ。ね、うん。うん、だから、もう、だってアメリカ、あれでしょ？はい。普通のメディアでも、はい。あのバイデン偽物やって言い出したからな。バイデン本当は死んでるって言ってるからな、もう。わけは、まあ、だからさっきのマトリックスの話じゃないけど、はい、そんなことあんのかと思ってる人にはようわからんみたいな話。はいはい。わかってる人にはそうやと思っとったと。はい。あいつ、ゴム人間やと。うん。おもろいよ、これ。だからそういうのがどん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 出てくるんですよ。だから、はい、うん、もうあのバイデンって何ちゅうかな、うん、何ちゅうかな、うん、ピエロじゃないな、何ちゅうかな、あの討論会見てたらカカシ、うん、ま、じゃマネキンだから誰でもええって感じ、うん、うん、だからその話してる内容聞いてるとそのお前は本当に決めてんのかと、この国で。そうわかる言うテレビ、うん。お前違うやろ、実はと。いうのがもう見え見え。うん。そうですね。それはもうどこの国も一緒ですわな。岸田も一緒ですわな。お前がこの国の何かを決めてんのかって言ったら違いますみたいな。うん、私の後ろには点点点点みたいな。そうですね。そんな感じになってるのよな、これ。はい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 。あ、ほんで何やったっけ、だから今日のテーマですよね、うんうん、今日のテーマだから要はもうどんどん加速していくからもう行動しないと手遅れになりますよみたいな、そういう話ですよ。もう手遅れちゃうか、すでに。あのもういやまだ間に合うでしょ、まだ間に合わんと思う。もう間に合わないって言い切る、この段階で最終のところへんかな、ここから。まあ要は、うん、なんだろうな、間に合う間に合わないというかもう意識はそうなんないともう何が置いてけぼりになっちゃうよね、やっぱり、ね、一番置いてけぼりじゃないですかね、大きいのはね。まあ、あともうシルバースクイーズ、銀のそのペーパー、紙銀、うん、紙の銀がこうやっぱ悪さしてたっていうのを表に出てきてきだしたからな、うん、空売りしまくってて抑えまくってるやつもな、うんうんうん、現実的にないものないものを紙で取引してこう押さえつけてるっていうのがもうね、うん、明らかにその売買ペーパーの紙の銀の、はいはい、その1日の売買量、
と、実際のその鉱物資源、生産、精錬せなあかんやね、金ってね。うん、その一日の精錬した、精錬できる、実際に精錬できる世界の銀の量と合わないんですよ。うんうん、なるほどね。分かる言ってる意味。なんか言ってることは分かりますよ。神ははるかに何て言うの？ 20 倍ぐらい売買されてるんですよ。はいはいはい。実際ないのに。あるそんなこと。ないっすね。おかしいやろ、これ。ないっすね。それは押さえつけ聞くわな。うん、聞きますね。うん、売り玉が多いってことですか？うん、本当そうです、うん。でもこれもバレてくるからな、もう止まらんよ。うん、それもあるし、あとね、よく、やっぱりグレートリセットと、もうよく僕最近テーマで挙げてる富裕層の話あるじゃないですか。まあ、あれの関連も、すごく強いなとは思っていて、結局、富裕層クラスの人でもう、ある程度、分かっている人たちはもうグレートリセットなんて見えてるから、やっぱりそれも必然的に差は出てるよなっていうのは、うん、世の中を俯瞰してみると感じますね、めっちゃ。うん、うん。どういうふうに？だから行動の形、仕方が違う。例えばお金を、要は、持っていない人たち、要は皆さんのゴールド、まあ、ゴールド、シルバー、不動産だったりとかも、あの物体のものに変換をしていく。これで富裕層やっていくことだと思ってるんですよ。うん、で、皆さんそれを、家に何かに変換してるっていう人がすごく多いなって思っていて、うん、やっぱりそこが、違いが大きいんじゃないかなっていうのはすごく感じましたよね。うん、まあ、あとは、その、何て言うかな、うんうん。やっぱり新しい形をこう、羽交い締めにされとったもんがね、もう取れていくから。まあ、そうですね。要は見える化になりましたから、世の中が、透明化されて、まあ、いわゆる、公平さが出てきてるっていうか、その首輝きを外していろんな行動していくってことやかな。そうですよね、うん、そうですね。やっぱり、いろんな事業を起こすとかな。うん、でもやっぱりね、本当思うんですけど、先生教とかやってると見えるんですけど、本当に頭固い人は一生固いですからね。もうそれじゃダメですね、と思います、本当に。ダメですねって言われたって。ダメです。だって、本当に頭固い連中多いですよ。うん、どういうふうに？要は、頑固。頑固、自分が変わろうとしない。要は、人に対して謝らないとかって、いや、明らかに、客観してみて、相手が悪いけど、謝らないおじちゃんが増えたっていうのは、すごく感じるなと思います。宇宙が変わろうとして、地球が変わろうとしてんねんから、もうしゃあないよね、流れが。逆らわれへんからな、うん、これ。そうそうそう。だから、逆らえないのにみんなそれを認めないで、そこに居座ろうと、その椅子に居座ろうとするから、いやいや、お前さって。いや、椅子新しいで買いに行ってダメでだ、そっと。いや、その椅子だから引っ張られるって言ってるやん。だから引っ張られなくなりますって。そうそう、だから、それに依存してしまう人がなぜか多い。椅子なんて、新しく変えて、どんどん進化させないといけないにもかかわらず、それにずっといる方が多いなっての印象は受けてるから、ああ、グレートリセットってそういうことだよなって、イメージ的にはそういう感じだよなって思いますよね、やっぱりね。まあ、でも、まあ、本当に始まったからな。俺半分ほんま始まらんのかなと思ってたけど、本当に始まったな。よくない、それ。あんなに言っといてて、ほんまに始まんないと。いやいや、もうそういうのじゃないけど、そうじゃないけど、ここまで激しくないやろうなと思っとったけどな。ああ、ようやくそういうことか。こんな、なんかいっぱい、神様まで降りてくる、結構神まで登場すんねんなと思って、やっぱり見てんねんな。うん。マリアさんまで登場すんねん。いや、見てる人は見てますよ、やっぱり。うん、マリアさんとかなんかいっぱい出てきてるぞ、今。総動員で。ああ、そうですか。世界中で。ああ、本当そうですか。本当に。なんでキリストが降りるとかわけのわからんこと言ってるけど、イスラエルに。イスラエルに降りないよ。そうですか。うん。違うよ、そこに降りるんじゃないよ。はい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 。だいぶ勘違いしてんのよな、あのキリスト教。ああ、そうなんだ。新しい本。ああ。それでだ、まあ、ええんやけど、それでまあ、本当に始まってしまってんけど、まあ、日本だけなんか、逆走、トラックを今日逆に回ってる、うん、?2 周遅れやったら、今度逆走しだしたと。うん、やっぱり俺らは嫌や、みたいな。はい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 、はい。そういう方に向いてんねんけど、どう思う？まあ、でもそれは間違ったらないと思いますけどね、そこも。なんでそうなんのかなと思うけど。うん、見てる、見てる目線が狭すぎるんだとは思うんですけど、ね。マトリックス？うん。確実に思うのは、見てる目線が狭い。マトリックス？マトリックスの。こうだって。だから、どんどん狭くなってる。
みたいな。何の話しようかな、今日は。あいちゃん、何の話しようかな、今日は。ああ、でもまあ、でも、まっちゃん、でも、グレートイテッド、このテーマにしようっていうふうに、だから、言ってたじゃないですそれでか。ええねんけど、もう言い尽くしたなと思ってな。ああ、言い尽くしちゃいました？ああ、そうですか。じゃあ、来年の、まあ、これは皆さん、未来予想大好きじゃないですか、こう、世の中の人たちって。だから、来年の今ですよ。要は、今の現状は僕どうでもよいと思ってて、やっぱり先見ないと意味ねえと思ってるんで、じゃあ、来年はどういう感じになってると思います？ 2025 年の後半ってのはどういう世界線が動いてると思います？2025年の夏ぐらい？夏以降ですね。はい。誰の話？俺？まっちゃんじゃなくて世の中です。世界です。俺の話やったら まっちゃんは毎回変わんないでしょう。結俺の局、話よ いや、まっちゃんの話は、結局、不動産を、売る、買う、銀行やる、借金大量にする、それを繰り返してるだけでしょ？ 世界の話？世界の話ですよ。うん。もっレと、ートリセットって言ってるんだから、要世は、界はな、1年後で世よか。界ね、まあ、未来から当たるわけじゃないと思いますけど、予測。今の数倍混沌としてる状態ちゃう？いやいや、意味がわかんない。混沌、混沌。本当？もう、わけわからんようになってる感じ。わけわかんないっていうのが、抽象性的すぎてわかんないんで、もうちょっと具体的に落とし込みますけど、いわゆる、あれですよね。で、そこによくまっちゃんの言語で言う二極化っていうのが出てくると思うんですよ。で、やっぱり一方で、ちゃんと先見てる人たちはもう行動できてるから、もう毎日毎日アクティブに動くから、先を見通してできちゃうんだけど、そうじゃない人たちは、やっぱり全然動けないよねって言って、殻に入っていって、他人に文句ばっかりぐだぐだ言って終わってしまうって層が出てくるとは思いますよね。で、じゃあ、その中にどうなってくるかっていうと、やっぱりその二極化っていうところがすごく差が大きくなるのかなっていうのは僕は予想はしてますと。今以上に。やっぱりそれはしょうがないことだとは思うんだけど、でも、それが、ちょっとやべえほど出るんだろうなと思うんですけど、まっちゃんどう思います？だから世界は混沌。混沌。これどうなるのか、これどうなんやろみたいな感じ。まあ、世の中 で、の、日本の場合は、あんま変わらんじゃん。まったりだらだら最後にドボンみたいな。まったりだらだら生きながら来年か再来年のところへんでドボンみたいな感じ。なんか世界の動きがまた違うと思うんですよね。なんかね。世界は、まあ、ほんま混沌ですよ。だって、ドルがな、みたいな。ドルなくなんねんから、これ。まあ、なくなるというより、まあ、その徐々に、まあ、今、基軸通貨っていう地位はもうなくなってるでしょ？これが徐々に徐々に信任を失っていきながら、いや、ドル安よねって、みんなが気づいてドル売られました、みたいな方向へ行くのか、徐々にな。それか、ある日突然、まあ、トランプが出てくるわけですからな。今、テキサスの方でやってる、始まってる、あれ、やってるじゃないですか。ゴールド担保、金本位制ですわな。金の預け、よ、金預託書。あそこで金を預けて通貨を発行すると。新ドルですわな。トランプが言うてる。あれが出てくるんですわな。で、その新ドルが出てきたタイミングで、はい、9ドル3、おしまい、みたいあ、いえよ。おしまいになな。ってるタなイるミングか？が。はい。はい、ここでおしまいって、はい、ゼロ、ゼロですってなって、新ドル行きますと。で、みんなに金を与える、分け与える、金、そのゴールド、じゃあどっから出てくるのかって言ったら、もうアメリカゴールドないわけですからな、オートロックスには。もう全部どっか行って持てるからな、あれ。だから、空っぽの金保管庫ないわけですから、まあ当然、どっかから持ってこなあかんわけですわな。で、そのどっかから持ってくるのはどこなんですかって言ったら、まあ当然、そのヨーロッパの方の貴族、王族みたいな。バチカンもそうですわな。そうですね。まあ、あっこからもう持ってきてると思うんですよ。もう、金塊は。召し上げてると思うんですよ。もう返せと。そうですね。まあ、その金をみんなに分け与えて、新しいドルでやり直すっていうパターンになるんか、それか、まあ、さっき言ったように、まったりだらだら、
いつの間にかこうドルが売られていって、最後フィュ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 終わるみたいな。終わりけどみたいな。まあ、そのどっちかはちょっとよくわからんけど、どっちにしろ今のドルは終わりですからな。あ、まあまあまあ、うん、そのでもそのにすごく思うんだけど、人を叩いてるとなんかドルは絶対なくなんないとかっていう日本人、ドルも絶対なくなんないっていう日本人もいるじゃないですか。いやいや、現実的に三なんぼなんええ え, え, えな334兆ドルの借金でしょ、うんうん、日本円でいくと5000兆でしょ、はい、そんなにいつまでも続くわけないやん、どう考えたってこれ。要はその人つのが、要は、なんだろう、その円の借金の意味がよく分かってないんでしょうね、その人は。でも大学の教授でしたけど。どっかで一回やめて、きれいにせんとしゃあないやんか。うん。そうでしょ、そうね。うん、どっかできれいにやめて、やり直さなしゃあないんで、それがこのタイミングですよっていうだけの話ですよ。だって、通貨ってしょっちゅう変わるんよ、どこの国も。日本もそうやからな。そうですね。100年に1回ぐらいで変わるからな、新しいもん、新しいもん。うん、システムなんて。まあ、それだけの話なんで、まあ当然、国っちゅうのはどこの国もあんねんけど、政府っていうのも当然なくなっていくわけです。あ、日本かって。そうでしょ、昔から。鎌倉幕府が滅び、何々幕府が滅びってやっていくわけでしょ、ずっと。そうですね。うん。うん、だからずっとそうやってやっていってるだけの話なんで、そうですね、うん、国は続くし民主も続くんやけど、政府自体はこう滅びて新しいものに変わるってだけなんで、うん、でまあ、まあそれで、まあ、さっき言ったドルの話になってくると、そのまあそういう、うん、まあその金、そもそもその金利を挟んだこの金融システム、これがこうこの次どうなるのかっていうのが焦点ちゃうかな。ああ、そうですね、そこでしょうね、うん、もうそれやるのかやめるんか。金利が間に挟まってるからおかしいんですよ。うん。そうでしょ、無限成長せなあかんようになってるんです。そうですね。やっぱりそこでしょうね。そうでしょ、要は資金調達して、金利を払わなあかんっていうのは、金利以上を稼がなあかんってことですからな。そうですね。なんかということは、当然経済成長し続けなあかんっていうシステムになってしもてるんですよ。そう、うん、だからこの金利そのものが、今後もそういう金利を使ったシステムっていうのは続くんか問題。うん、もうあると思うわ、次の新しいやつは。そうね、要は、そもそも金利の概念がどうなのかってところですよね。うん、ただ、まあ、経営が続くか、その中央銀行、うん、俺、民間の中央銀行っていうのは、もう今回やめになると思うんですよ、うん、日本の場合はな。だから日銀っていう名前が残るんか残らんのか知らんけど、うん、結局のところは、その国の借金がどうじゃこうじゃっていうのも。うん、要は国が借金してるわけでしょ、日銀から、うん、そういうことでしょ。でその日銀の株主は誰なんかっていうのは別としてよ、吸い上げてるわけですからな、うんうん、だけどその日銀が国が日銀から金てるわけでしょ、うん、で最後それ国有化してしまえだけの話ですから、うん、日銀も民間も全部銀行国有化してしまえ、ご破産でガッチャンコでゼロねみたいな、うん、こうやるんやと思うんですよ、日本場合は最後、うん、うん、帳消しする。だから、借金のその帳消し裏技。うん、これが一番やと思うんですよ。はい、うん、アメリカの場合は、多分、このドル、9ドル、34兆ドル、35兆ドルのこの借金帳消しの裏技。はい、アメリカはね、うん、バイデンになすりつける。うん、ね、そのアメリカ連邦政府はアメリカ人のための連邦政府じゃないと、うん、外国の傀儡やと、敵国やと、うん、ね、乗っ取られた方のアメリカやと、うん、これは俺らの借金関係ないと、うん、今までの政府になすりつけて終わらすと、はいはいはい、だから俺らは関係ないからそっちに取り立ていけと、うん、そういう形で終わるんちゃうか多分、うん、はい、そういう形で、まあそれが未来、抹茶の未来予想ってね、未来予想じゃないし、確実にそうなります。確実にそうなんだ、うん、はい、あれ。それは来年か再来年ですよ。はい、要は根本的にあれですよね、みんなだから、借金ってお金は借金から出てるっていう論点をみんな理解してないからおかしくなってるんだよね。そんな人おんの、うん、いや、いますよ。おる。いる。それ、古い人や、昔の人やろ。うん、昔の人。結構、教育、でもそれが教育者でいる。そういう人。学者とか役者だって、大学の教授。教授、うん、それで嘘ついてんの、え、嘘ついてんのその人、その人なんかドルはまだ全然絶対揺るがないっていうふうに言ってるだからそれは嘘ついてんの、分かってて言ってんの、どっち、いや多分ね分かってもないと思うよ、そもそも
理解してないんだと思うよ。要は、アメリカが絶対正義だと思っちゃってる。まあ、どうでもいいけど。はい。だからまあ、来年はそんな感じですよ。うん。はいはい。そうそう。ますます混乱混沌。はいはい。で、再来年までちょっと続くと。そう、うん。うん。で、まあ、2026から27で、はい、新しくなりました。うん。まあ、為替がな、また円安進んで、161円タッチしてるからな。うん。前より言ったかな。まあ、日銀介入してるんですよ、この前回のやつはな。うん。うん。で、まあ、あの玉じゃ、あれぐらいの程度の玉じゃ効かんよって言ったでしょ。はい。まあ、食われてるんですよ、これ、パンドに全部また。うん。で、161円また入ってきてるんですよな。うん。で、あのな、この間俺、あの、神田さんか、日銀の。はい。ちょっとあの人、強気で介入したんやと思うけど、はい。イエレンが3回ぐらい出てきて怒っとったからな。ああ。あの怒り方俺見とったら、もうあれ1ヶ月ぐらい前か。はい。あの怒り方を見とったら、あれ、なんていうかな、劇場でやってるんじゃん、本気で怒っとったからな。っていうことはな、はい、知らんかったはずなんですよ、ほんまに。はい、今日、あれ、今日会長って、あのね、日本の円とドルって為替介入って必ず協調介入なんですよ。はい、協調じゃない、アメリカさんよろしいでしょうか、行きますけど、みたいな。はい、よし、ええぞ、これぐらい入れろ、みたいな。はい、でやってたのを、今回、ほんまにね、報告なしで行った。はい、うん、でイエレンめちゃめちゃ怒ってる。うん、だからな、多分な、その日銀の俺、区域も取れてると思うんですよ、FRB とのもう、はいはい、本音で。あーね、うんうん、まあ、向こうは必死になってるけどな。うんうん、だから、今、その、あのイエレンが怒って、今、日銀ってね、はい、あのね、何やったっけな、為替、監視対象国っていうのを作るんですよ。へー。うん。監視対象にする国を作るんですよ。そうなんだ。言うこと聞かんかったと。制裁するぞ。へー。それ今日本、監視対象国にされてしまったんですよ。へー。だから、今回160円、1円突破してるでしょ？はいはい。動けないんですよ。監視対象国にされてるんですよ。おもろしろー。そう。だから、本来やったら160タッチしてきたらまだ介入するでしょ？今回放置なんですよ、これ。そうなんだ。だからね、俺100、ほんま、まだ円安いと思うよ、これ、ガンって。もうそれをマーケットは知ってるから。ファンドなんか当然知ってるから。ね、日本為替対、監視対象国にされてるって。もう動かれへんねやと。はい、ね。だから日銀がもう介入してけへんと。んなもっと、その、ドル買い上げてくるっていうか、円売りやな。円を売ってくるっていうことになるんじゃん。なるほどね。はい、うん。まあだから、前も言ったけど、170ぐらい迫ってくると、180、200までって真空地帯やからな、はい。もうないからな。何にも。うん。そうか。うん、どこまで行くかわからん。ほんでまあ、わーってまた円安いって、最後は円高でドルドボンみたいな。ってなるんか、またじわ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 円高。まあどうかな。まあ、そのじわじわ円高に向かうシナリオもあるかもわからんけども、前のほら、うん、プラザ合意みたいな感じ、いきなり切り下げられる、うん、うん、トランプが出てきてな、トランプ言ってたでしょ、そのドル高は、ドル円の話やで、はい、ドル高は容認できんと、はい、ね、円はもっとや高な円高にせなあかんねやって言ってるわけですから、ね、トランプが出てくればプラザ合意みたいなもんで、またいきなり切り下げられる。はい、そうでしょ、はい、うん、勝手に決められるっていう感じ、うん、お前とかこれちょっと80円制度かな、うん、なるほどね、そうなるんか、うん、マーケットの中でじわ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 円高に進むんか、はい、まあ、その前にもう一回円安がバーって打ち上げ花火いく可能性もあるな、これ見てたら、まあまあそうですね、浮き上げ、あのイエレンさん3回のことも俺見てびっくりしたかな、あの温厚なイエレンがあんだけ怒ることなかったからな、今あのばあさん、うん、ばあさんが、うん、お激怒しとったから、もう。どうやってんのみたいな。神田財務、もうな、お前ら勝手に介入しやがって、みたいな。いや、そっちか。うん。はい。まあ、なあ、うん。まあ、ドル円の歴史って、はい、ずっと円高の歴史なんですよ。
360から始まってますからね、はいはい、ドル円はね、もともとが、うんうん、それが360があり、まあ、240とかそんなんがあり、うん、で、まあ、ニクソンショックがあり、でプラザ合意があり、で結局は、まあ、そのバブルもあったり、で一番突っ込んだところで70円高い言うたら79円後半80円ぐらいがあったわけですから、前回はバブルの頃な、はい、だ円高の歴史なんですよ、うん、まあ、こういったりあるけど最終的には円高の歴史なんで、はい、今の購買力、今のドルがやで、続くと仮定したらやで、はい、続くと仮定したら購買力平価でいくと大体110円ぐらいが妥当なラインですよ、100円とかな、はい、ただまあ今のドルが続かんのからな、はい、うん、まあ、プラザ合意的なことがあるとするならいきなりトランプが出てきて円、おいお前50円にせえと、はい、いう可能性もあるわな、あ、何言い出すかわからんかな。そうですよね。ああ、確かに。もうだから、もうね、わかりませんみたいな世界。ただまあ、そういう、どっちかのそういう形のシナリオでは動いていきますよ。最終的には一緒ですから。その過程がどうなるかは、そういう、今言ったよね、2つ、3つのパターン。はい。はい、ということです。なるほど、そうですね。はい。いやー、なるほどな。やっぱりいいっすね。それちゃんと、それに向かって後半戦も頑張っていかないといけないっていうことでしょうね。今日の。何を？え？何を頑張るの？後半戦もグレートリセットがもう来ちゃうからすぐ目処が来てるよ、今。起きてるし、もう、もう始まってるので、なので、逆に言っちゃえば、早く行動して、その、今の、なんだろうな、ところから新しいステージに、ピョンって乗れるような感じにしないといけないよね。もう動いてるわけだから。もう乗ってる人はもう乗ってるんだし。もう乗ってる乗ってる。うん、みんな乗ってるけど、乗ってるけど、皆さん行けないっていうか、行けてないから、ねって感じだし。その格差が激しくなってるから、ますます貧困になっちゃうからね。貧困の人はね。うん。うん。まあ、あとね、すごく、改めて思いますと、やっぱり僕も、いろんな方と会うんですよ、AI やってるから。で、AI やってるといろんな人に会うんですけど、やっぱり乗れてない人と止めてる人って分かるよね、話してるとね。なんとなく。なんだそれ。直感。直感なんだけど、なんか違和感感じるのよ、乗れてない人たちって。なんか、要は結局のところ、乗れてない人たちって、まあ、今の現状だったりとか、今の目の前のものに不満をただただ言ってる人は多いなと思っていて。まだおる？いるいる。おいおい。おいおい、だ、ま、多いのまだ。いや、多いって。だいや、そもそも、まっちゃんのまわ、まっちゃんは、そういう、うだうだしてる人を周りに置かないじゃん。ちゅうことは、ほんなこれ見てる人は、毎回見てる人とおるやんか。うん。まだ変人なんやな、世の中では。いや、変人。超変人。いわゆる、僕の世界でいう AI やってるやつと同じ。本当に、AI やってる時が変人って扱いされるのと同じですよ。だから結局、その世の中の今の変化と、その自分の昔から持ってる思想が年齢高くなるほどミスマッチングが起こってうまくできない。これは現状、現実、これは現実問題です。それは僕自身も自分で感じてます。ちょっとほんならあれか、まっちゃん先行きすぎてるか？いや、ペース落とす？いや、先に行きすぎてていいんですよ。その問題なく、先に来続けてよくて、それは、最初、みんな違和感から始まるじゃないですか、結局なところって。違和感から相手のことを見るから、客観してみるから、別に先行けてでいいと思うんですよ、僕も。いや、俺、今のそのさっきのそのバイデンとトランプの討論会の話したけど、はいはい、そういう現実見てる方が違和感感じるの、俺から見ると。だからそれこそ、なんだろう、いや、それこそ言語化するとさ、あれなんですよ、その、違和感感じるところが、人によって異なるんですよ。いやいや、だから、うん、現実的、その政治もそうやしな、なんでもそうなんやけど、はいはいはい、現実的なところの動きを見てる方が、これ見てる人は違和感感じると思うんですよ、マトリックスみたいな感じで。だからそうそう、だから。どっちが現実みたいな。そうそう、だから、どっちが現実なんだよ。お前、実はこれ、今やってることって、ひょっとしたらこれ、仮想現実なんちゃうんかみたいな。いわゆる、なんだろうな、そのね、その、根本的なところはそういうところだからな。そういうの見えるんですよね、見えてしまうんだよね。もう一個言うと、滑稽に見える？
何やってんのかなみたいな。そう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 。でもう一個言うと何て言うかな、全部茶番に見える。そう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 。もう一個言うと何て言うかな、茶番通り越してパロディに見えてまう。言い過ぎですけど、そうですね。まあ間違ってない。まあ政治なんてまさにパロディですからな、あれやってること。まあまあまさしくね、そうね。うん。うん、そんなんいらん。なんちゅったんやから、もうええわ。パロディっていうか、メディアも一緒やな。まあマッチンがパロディって言ってる目線も、まあ当たっちゃったっていうんだけど、人によっては、よく。いやだから、それをふむ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 って新聞真顔で読んで、真顔でテレビ見とったら、なんかどつぼに掘り込まれるやろ、今もう。思わん、まあ、思いますよ。うん。なんかあらぬ方向へ持っていかれるやろ、今。まあ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 、まあ、そうですね。うん、まあ、なんちゅう現実問題はそういうこと。いやいや、こっち、その仮想現実にますます引っ張り込まれていくわ、あれ。はいはいはい。テレビとか。はいはい。でもそれが現実だと思い込んでついていくから、ろくでもないことになるみたいな。はいはい。もうどうしたいんかな、これ、愛ちゃん。注射もひっくるめて。うん、どうしたらいいじゃんって、もう諦めてしかないんじゃないですか。うん。うん、僕はもう諦めて、自分のことで、自分がやるべきことを、もうやるしかないから、世界なんて変わんないんで、絶対、うん。いや、俺は俺が変えてあげるぞと思ってるけどな。さすがっす。俺が変えてあげるから、君たち、俺の、これ見とけ、みたいな。それは、帝王、それこそ、まっちゃんもそうだけどさ、あの、帝王学だよね。うん。なんか、僕の前の人、ほんと帝王っぽい考えの人多いよね。ほんとに。俺様についてこい、お前ら、俺の旗の中に行けって、俺についてこいっていう人がほとんど。そんなこと言ってるわけじゃないけど。そっちなの。そんなこと言ってるわけ。そう思いましたけど、違ったの。いや、そんなんじゃなしに、そういう話じゃなしに、仮想現実から抜け出しましょうみたいな。ああ、うん、そっちね。そう、だから、うん、だから俺、ほんまにテレビでやってることってあれ、仮想現実なんちゃう、全部。いや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 、そうやと思ってる人多いと思うぞ、これ、いつも見てる人は。そうです。そうや、まあ、じゃあ、あれ全部仮想現実。なぜか言いましょうか、嘘ですからみたいな。そうなの、まあ、嘘やねんからそうやわな、そうなるわな。なんか茶番、あ、まあ、うん、作られたもの、まあそうやな、作られたもんやもんな、現実に。作られてないもんって何なんですかって言ったら、もう自然とか感覚的なもんしかないわな、ほんまな。自然は嘘つかへんしな、まあまあ、海のお魚さんも嘘つかへんしな、はいはいはい、うん、お花さんも嘘つけへんしな。ああ、そうですね。ミツバチか、ミツバチも嘘つけへんしな。まあそうですね。もう他は全部フェイクやろみたいな。まあそう、ね、全部フェイクですね。うん、AI なんてフェイクの塊やろ。まあそれ言われても、まあまあまあそうですね。そう、まあ、AI はまさしくフェイクですね。まあフェイクっていうと語弊ありますけど、まあフェイクをフェイクとして眺めるから納得できるけど、まあまあ、だから結局、それをそうね、フェイクというか作られたものだから結局、ないものをあるように見せるものですね。はい、そう、だからそれを別に納得した上でそれを見るんやったら別に腹も立てへんけど、うん。テレビとこれ、フェイクって言わんとフェイクやるやろ。まあそうなんですよね。そこは。立ち悪いやろ、あれ。そこなんですよね。真顔で言うしな、ニュースなんて。そうですね。え？そこなんですか、ね、なんか悲しそうな顔して報道するやろ、うん、悲惨なことは。うん、そうそう。ようやるな、お前らと思うよな、あれ。本当そうですね。まあ、ほんでまあ、ちょっとあれやな、まあ、いろんなものもそうや、能登の地震もそうや、あそこも全然復興できてへんしな。うん。ひどい目ほったらかしやからな、歴史だな、あれ。ほんま。ほんで、挙句の果てには、この間の昨日かな、おとついがやっとったな。集団でその疎開せ、疎開中は集団移転、はいはいはい、しなさいみたいな、はいはい。何やそれみたいな話だな。え、故郷を捨てて集団で移動しなさい。あれもあれでなんかね、違うおかしな話で。何や一体みたいな。それは思いますよ。うん、もう政治っていらんやろ、に政府なんていらんのちゃうかと思う時あるやんあれ、もう。あんな見てたら。別に。あ、もう、災害の時に何も役に立てんかったな。いる、ほんまいるのか、お前ら、みたいな。
肝心な時に何の役にも立てんかった。いや、俺必要ないやろ、と思うよな。だから、まあでもいらんようになるって、絶対に。もう、そやな、5分の1でええんちゃうってなるんちゃう。だからまあ、7分の 1?100 人 ?100 人もいらんと思う、いらんと思う、俺も。ああ、そうですか、うん。で、職業政治家もいらんと。で、世襲議員もダメと。な。ダメなんだ。で、給料ゼロと。その代わり、うん、志持った人らが夜集まると、うん。本業持った人な。仕事終わってから集まって2、3時間なんか決めるとかな。それでええと思うよ、あんなもん。いらんもん、あんなもん。うん、当然、官僚もいらんようになるやろ、これ。そうですね。うん、まあ、政治家も官僚も一体何なのっていうのになってきたからな、これ。いるのかよ、お前らみたいな。まあ、正直、いるのかよ、お前みたいな、ね。消防署とかな、うん、救急隊とか、ああいうのはいるやろけど。あ、でもいないやろと思うよ、あいつら。しょうもないことばっかやって。はい。今日はなんかあんまおもろない話やな。あいちゃんの質問悪いから。すいません。はい。そうですね。なかなかグレードリセットって言われても抽象的。抽象的違いやん。今もうバー動いてるやんか。はい。まあ、もうちょっと質問の質上げないとダメですね。はい。わかりました。もうちょいトゲを持った言い回し方をするようにします。はい、何回も言ってるけど、これグレードリセットの本質っていうのは、はい、うん、あれやからな。金融、はい、金融ね。金融で、はい。うん、だから要は、その、ドルの話ですな、マント真ん中が。はい。ドルを中心とした金融の話、はい、そこにくっついてる今度、医療とか軍事、はい。うん、そうでしょ、医療とか軍事とかいっぱいあるでしょ、なんやかんやと。はい。すると、今回は宗教、西暦以降のな、はい、2000年以降の宗教の話、はい、これがまとめて全部グレートリセットっていうのが今回の、その、なんていうかな、エンタメのシナリオですからな。うん。うん、だから、この巨大化、肥大化した金融、はい、それにくっついてる軍事、人を苦しめてる医療、うん、苦しめ続けてきたこういう分散複合体でとか、ウォール街みたいなやつ、うん、それとか、そこにくっついてる戦争のもとになってる宗教、はいはい、うん、思想ですわ。マルクスとか、なんたからかんたら全部ひっくるめて、うん、これを丸々ドボーンといくと。はいはい、いいっすね。ドボーンなんですね。ドボーンドボーンっていうか、何か崖から落ちて落ちるみたいな。ああ、だからそのドボーンじゃなしに、ドボンっていう感じ。はいはい、ドボン、ドボン、ドボンと落ちていくと。うん、そんな感じちゃうか。あ、いいんじゃないですか、めっちゃ。うん、面白いと思います。いや、面白いですね。まあ、だから、ブラックロックなんかも、今、激しく動き出してるけど、うん、もうドルやばい、もうドルやばいというか、やばいというか、警告というより、白状してるってことですから。うん。だから、うん、ブラックロックなんかも今回はもう持つかどうか、俺、はっきり言うと分からんと思うの。はいはい。それどういうことかって言うと、金融帝国の、金融帝国の象徴、はい、最も膨れ上がったものの象徴っていうのが、ブラックロック、はい、バンガードとか、それでしょ、はい、ブラックロック、バンガード、ステートス、ステートスリープね、みんな知ってるように。まあ、どこの株、どこの株主にも並んでる、この3つ。うん、ありとあらゆる株の株主に名を連ねてる、このベスト3と。はい、これもう分からんぞ、今回はもうどうなるか。うん、これもドボンってなるかもしれないと思う、これ。ブラックロック帝国な。そうですね。はい、ブラックロック、バンガード、ステート、ステリーってな。はいはい。で、それのドボン、ドボン、ドボンっていくと、この親玉がおるわけよ、まだ。またね、親玉が潜んでるってことです、ね。まだおるんや、これ、はいはい。これもドボンと。ドボンとね。なるのかならないのかさあどうでしょうかみたいな。うん、そう、面白い結果ですね。じゃあ、そこはちょっとまだお楽しみみたいな。またお楽しみ見ていきましょうってことで。この間、あれでしょう。我が国の皇室は、イギリス王室行ったでしょ、うん、うん、はい。行ったでしょ、行きましたね。行ったでしょ、うん。行ったでしょ、イギリス、うん。プーチンが北朝鮮行ったでしょ、はい。あれ言ったよね、俺意味はね、言ったな。言いましたね、もうその後すぐ、ね、今度、その後すぐこう、日本の皇室がイギリス王室行ったわけですよ。はい。すぐな。はい。こういうことですかな、ね、分かったよね、みんなこれで。はい。そうでしょ、
エレベース女王のところに。はい、まあ、もう皇室これダメなのね。これ日本の皇室もちょっとこれ、ちょっと、うん、変えなしゃあないな、みたいな。うん。だから、これはちょっと日本の皇室も元に戻さない、仕方ないですね。天皇が自ら行きました。いや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 、うん、元の流れに戻す。はいはいはい。うん、今ちょっと変わっちゃってしまってるから途中から。あれちょっと元に軌道修正するかみたいな。秋篠宮っちゅうんかな、うん、あれちょっと元に戻さなあかんぞみたいな。伏見へ戻すかどうするかみたいなとか。まあいろいろあるわけですよ。南朝北朝っていうのがあるわけですから。はいはい、うん、まあそれもちょっとこう、どうしましょうかみたいな。だから日本の王室と、皇室とイギリス王室が別物と思ってる人も世の中おるけど、うん、まあ、まあ、ある意味一緒なんですよ。アニオの王室とイギリスの王室も一緒だね。なんこれ、うん、どうする？王室は基本か、同じっていう感じでいいんですかね。いや、そもそもが、その、皇室、日本の場合だよ。はい。天皇家、皇って天皇の皇室ですからな。うん、うん。あ、スメラですからな。天のスメラってことですかね。うん、天の、はい。で、その、天皇のその、仕事っていうのは唯一で祭りなんですよ。はい、祭り事ですよね。はい、祭り事っていうのは何ね、祈り、うん。だから祈るわけでしょ、あの人ら。うん。祈りを捧げますとかやってるでしょ、うん、うん。祈りなんですよ。うん。じゃあその祈りを捧げる、祈りということは天に通じてないといけないでしょ、うん。でも天に通じてないやつがやってたらどうなるんでしょうかみたいな。ダメですよ。うん、それは、うん。そういう話になってるんですよ、今。天につながってない人は、その役割をやっちゃってるってことね。うん、これどうやろうな、うん。だからどっかにおるんやと。はい、ね天皇は、はい。日本の場合はスメラおるんですよ。はい、うん、まあまあ、そこら中スメラおんねんけど。はい、まあ、その大きな意味での天皇さん、うん、おるんですよ。日本の流れやっぱりな、はいはいうん、さあそれがどうなるんでしょうかこれからみたいな話しようかこれなんか なんちゅうかなもうおじいちゃんおばあちゃん泡吹いて倒れると思うとそんなになったらあおわないじゃんあいちゃんのお父さんお母さん泡吹いて倒れると思うと思う、うん、確かに確かに一体何が何なのみたいなうん今までの見てた常識が違くなりますからねうん、うん、だから、あのね、まあ言いにくい話やねんけど、いいでしょうね、バイデンがそのかかしちゃう、マネキンでしょ、あれ。誰でもいいわけでしょ。はい、なんか途中から日本の天皇もそうなってんのよ。なんか知らんけど。これにしとけ、みたいな。まあ、本当は、本当に選ばれた人じゃないといけないんですけど、みたいな。ね、なんか祈りでけへんのにこいつにしとけみたいなってなった時があったわけですよ、うんうん、草がじゃあどうしましょうこれってなってんのよ、うん、まあだから大きな意味で言うともっとまあそんな大きな意味じゃなくて、うん、その王家っていろいろあるんですよそのサウジにもあるしな、うんはいはい、当然のことながらね、はい、中国の場合は王家というよりは秘密結社みたいなね、はい、チンポあるんですよ要は何て言うかなその国をこう何て言うかなうーん国の王も動かすその支配力があるその資本家みたいなのがおるんですよ、はい、そういう秘密結社ですわな要は思って、はい、まあ出てるけどなチンポなんかであれもあっちゃこっちゃある中国にもあるやその中東サウジにもあったりするんで、はいでヨーロッパにも当然あるでしょオランダもあれ、イギリスもあったり。はい、で、今回のそのちょっと大きなところで見ると、そのやっぱアラブの王家と中国の王家が勝ったみたいな。はい、でもやっぱり日本の天皇という存在っていうのは世界においてもかなりすごい存在なんですよね。すごい存在です。最強の。ね。王家というか、王家じゃないな、皇族ですわ。うん。うん豪族じゃん、皇族な。皇族の中ではもうそら、うん、最上位、うんうん。最上位やねんけど、トランプにもバカにされたでしょ。だからトランプで、だから一国の大統領じゃないですか。大統領というか、あれも誰でも送り出されてるだけじゃないですか。それがね、皇族をバカにする態度取ったでしょ、あれ。うん、来たとき。うん、あ
取ったでしょ、うん、取りました、ね、それそういう意味ですよ。わかるでしょこれで。なります。普通そんな天皇家に、天皇さんにそんな態度取れへんからな。と、うん、いうことは分かってるんですよ。分かってるというか、シナリオになってるんですよ。こいつ違うやつやと。分かる言ってる意味。分かるやろこれ。そもそも、その天皇が、天皇がそもそもなんですごいかっていうのを今の日本人はみんな分からないんじゃないですか。うん、要は天皇っていうのが何者かっていうのも分かんないし、なんで天皇にみんな手合わせてるのっていうのもそもそもそこが分かんないので、来週天皇について話しますから、あ、でもやばいな、これ言っちゃくれる話もあるんだよな。だから祭りやって言ってね、祭りごとやんか。うん、祭りごとですね。卑弥呼やん、卑弥呼。うん、でしょ、うん、祈りごとですか、祈り。はい。ね、だから昔、前も言ったでしょ、昔はその雨が降れへんかったら不作になるからな。うん。うん、そういうものを祈るとか。そういう祭祀ですよ、うん。それが天皇の仕事ですからな。要は、うん、まあ、ほんまにあるかどうかは別として、はい、昔、まあ今の時代だったらちょっと、はぁみたいな感じだけど、昔やったら当然普通のごとく感じ取れるというか、理解できるのは、その超能力みたいな力な。はいはい、それが天皇ですから。そうでしょ、はい、うん、その血筋を脈々と受け継いできてるから、祭り事ができるってことでしょ、うん、そうでしょ、そうでしょ、男系で。はい、でもそれ入れ替えられて変わってたら、それはトランプも、あ、お前偽物やろってなるわけでしょ。なりますね、はい、だからああいう態度取ってるわけですよ、はい、これが全て表れてるんですよ。あら、いや、だからこれ天皇さんどうしましょうかっていう話やってると思うぞ今。もうだいぶ前からやってると思うぞ俺。やってますね。だそれにも耐えきられへんようになって、あの平成の天皇さんは自分から辞めたわけやからあれ、はいはいはい、耐えきられん、もう早くやれ、早くしてくれと思ってたわけよ。はいはい、うん、で今の令和の天皇さんと、さあはいどうなるんでしょうこれ。そうですよね。だから祭りごと祭祀なんですよ。なんで政治も祭りですわ、うん、で政治の祭りっていうのは、祭りごとっていうのはその祭り合わせ、うん、そうでしょ、うん、どこ外交が一番そうですわな、祭り合わせ、あとは民衆の意見との祭り合わせと、まあ、これが政治の仕事ですわな、うん、そうですね、うん、だそれも機能してないんですよどっちも、うん、だからはいグレートリセットみたいな無形ゼロに戻しましょう。そうでしょ、どっちも機能してないでしょ、全く。全く機能してないでしょうね。うん、でしょ、だから、はい、グレートリソットです、みたいな。そうですね。うん、はい、で、イギリス王室、はい、用なしですから、みたいな。死にました、みたいな。もうそういう話ですよ、だから。ね、はい。はい、まあ、今日はこの辺で終わりましょう。はい、こちらこそ、ありがとうございます。もっちゃん、もう疲れた、俺も今日。今日は、後半の最初だったので。どういうテーマにするんかな、今日は。どうですかね。ここにどういうタイトルにするのかな。まあ、またちょっと考えてタイトルしますので、またよろしくお願いいたします。うん、ちょっと釣りっぽいやつ入れとこうか。釣りっぽい感じね。釣りね。オッケーオッケー。釣り、あとその、釣り動画っぽいね。わかりました。え、釣り動画、魚釣りの釣りちゃうで。人釣る方だ。わかりました、はい。じゃあ今日この辺で。はい、どうもありがとうございました。はい、どうもです。